札幌の丘珠空港を拠点とする航空会社北海道エアシステムは、10月29日から札幌の丘珠空港と根室中標津空港を1日2往復する新路線を開設します。北海道エアシステムは昨日会見を開き、この路線を利用して道内で最も医師の少ない根室管内の地域医療支援を行うと発表しました。この取り組みでは道や医師会とも連携し、根室管内への医師の迅速な派遣を支援するほか、医薬品や医療器具などの輸送もサポートしていくとしています。